新東京にね足を運んでいただければ幸いでございます。さあ今度の配信カードは登ってまいりました。選手カメラにも映っていますが、これは顔が暗くてよく見えない。アバダンゴトトスさんですか。なるほどなるほど。トソスさんとはね結構僕フリーをさせてもらうんですけど、クッパメインの方で、アバダンゴ選手はなんと配信ボンボンボンと3回来ましたが、まあそれだけね、はい、世界が注目する男ということでお送りしていきましょう。世界というか日本かあ、進行の都合上、なるほど、わかりました。確かにそうですね、他の試合ちょっともう始まっちゃってたりするから、アバダンゴ選手が一番追いやすいということで、今回はアバダンゴ成分多めでお送りしてまいりましょう。さあクッパメタナイトというカードはこういったコンボ火力でどんどん追いついていきたいんですが、まあベースダメージの差で結構ね、あの気づいたらお互い激痛レースみたいな展開になりがちなので、この復帰阻止でメタナイト側としては倒していきたいんですが、まあクッパとしてはこうした、シールドキャンセル行動のシェルですね、上必殺技で相手にちまちまとダメージを与えつつ、本命タクである空中前や崖上がりに対する横強を通して撃墜していきたいというのがクッパなんですが、空中後ろ先端をジャストシールして空中したディレイをかけて使うことによって一瞬浮き上がるから着地タイミングがずれる、なかなか着地を絡むのが難しい。まずは見せたく一発目とって感じですね。一回あれをしないとね、クッパの着地も通らないんで、強気の下まで潜り込んだ空中前復帰阻止はドリルラッシュで拒否して、逆に空中に打たれる復帰阻止を通しているのはアバダンゴ。トトス選手は結構あの復帰のシェルを出すタイミングが絶妙で、相手の復帰阻止技を振ったタイミングでシェルの発生を掛け合わせて逆にシェルで発生勝ちするみたいなプレーが目立つんですが、なんかめちゃくちゃ高いのが見えたぞ。空下をジャストシールドしてジャックでリターンを取る、冷静。トトス選手はなんとエイム記者を倒して上がってきていると、素晴らしい目覚ましい活躍をここで見せている。せっかくの配信台なのでぜひとも活躍してほしいところだが、対するアバダンゴあまりにも硬い立ち回りで復帰阻止を通していく。前投げからクッパが重量級ということも生かして浮きが低いのを見切って空中しろ。前投げだった下投げだったちょっと見てませんでしたが、横強、やはりリーチの差は重くのしかかってくる。クッパの腕は無敵がついているんで結構リーチは押し付けていけるんですが、なんと今の空中上のコンボ、相手の落下速度を見越して復帰阻止も通って、これはなんとかリーチの差でシェルが発生している。下シフトから下スマッシュを狙っているが、地面上マントをギリギリ前の外、内側変更を確認してから、これはちょっと感性が乗りませんでしたね。今作のクッパのあのキックドロップ、クッパドロップか、クッパドロップは結構感性が乗って崖を掴む位置で打つっていうのがわりかし難しいように感じますね。さあここでアバダンゴを下すとなると幹部昇進、支部長就任、いい感じなんですが、トトス選手としてはねあまりにも壁が厚いのか、圧倒的な硬さで1戦目取っていったが、食っていった面々が面々、トトス選手にもまだまだ食らいついてほしいところ。まずはクッパブレス、メタナイトはデブのためシールドも漏れる。ダッシュ発生前にダッシュ急降下を入れて空下から危ない、ベッドル変更次第では撃墜といったところをジャンプも温存していた。ドリルラッシュで崖下に潜り込んで復帰できないかと思いきや、しっかりジャンプを残してウィッサトが復帰してまいりました。空中ニュートラル、空中しろ、空中ニュートラル1段当て、配置1段当てからは、クッパ何でも確定するということでそれを狙っていきましたね。素晴らしい移動回避の後の、空中制動で相手の空中主導機を拒否しているが、2発目はどうだ、シェルで帰ってくる、ドリル足を強気に選択、まだ撃墜しない、軽量級のファイターだったら撃墜していた。どうやって崖を狩る、空中ニュートラル持続から空中ニュートラル、後ろを向いて空中しろ、撃墜を通している。崖が硬すぎる、崖に詰められた後が課題ですね、クッパとしては。
地上では、ひるみにくい体という仕様と、あとはこの横強攻撃による引きのリーチとか機動力で結構メタナイトの差し込みをいなしやすいイメージはあるんですが、崖に詰められた時がなかなか地獄。スーパープレス、ああ今度は漏れない、上にシフトして回避、上上急降下をしてコンボ火力を伸ばす、ちょっと暴発っぽい空中前が見えて、空中ショージャストシールド、一瞬の読み合いでもジャストシールドを入れてくる。キュースマッシュ強気に狙っていくが、ディメンジョンマントを相当に逃れている。移動回避で崖を掴んで強気の空投げ選択、早出し必殺技に対して最大を持ち合わせている。素晴らしい。ああいう展開ね、ジャンプがなくなったから下に吹き飛し行きたいなってなるんですけど、そこはアバダンゴはやはり画面を見るということで、あまりにも硬い復帰措置が誘って苦しそうなトドス選手、なんとか風穴を開けていきたい。上強で上に逃がすもディメンジョンマントで大上に着手して、ダッシュ A が当たると大経由空中ニュートラルで締めて、コンボ火力掴んで前投げ、空中しろ復帰措置どうする、マハトルネードが置いてある、ジャンプがないから下から帰るしかなくて、空中前があって空中しろ、下に潜り込むことによって相打ちを拒否して、ドリルラッシュでとどめを刺すと、いやー配信映え狙いましたか、これは分かりませんが、でも体重的に多分マッハトルネードじゃギリギリ撃墜しないとか、あとは OP の関係もあって飛ばないのを考慮してか、もうあそこで、クッパの、シェル、スミニングシェルが発生したのを見切ったからこそドリルラッシュを選択したと、素晴らしすぎる。あまたの復帰阻止の手札でクッパの復帰を詰ませて勝利していったのがアバダンゴ、鮮やかすぎる。鮮やか、あまりにも鮮やか。さあ反対の山で桐原ひかるがこれから、戦うようなので、配信台に呼んでいきたいと思いますよ。絶対大会で当たりたくない、わかるな。心折られそうですもんね。